都議会議員選挙にて落選をし、再び今回スタートラインに立たせていただくことができました。都民ファーストの会奥本由里、このいただいたチャンスをしっかりとつかみ、そして都議会に向かってしっかりと走り抜けていきたいと思っています。都民ファーストの会奥本由里、46歳シングルマザーです。エレベーターの閉じ込め、停電対策など、マンション防災にもしっかりと取り組んでまいります。また避難所には Wi-Fi とエアコンもしっかりと整備し、大規模災害でもしっかりと市民の命を安全に守っていく体制をしっかりと整えてまいります。区内のものづくり企業は年々減少しています。失われた30年の中で、日本の製造業は中国や東南アジアなど人件費の安い海外に輸出していきました。大田区のものづくり企業の減少は日本の製造業の衰退につながっています。東京をスタートアップ都市として再び輝いた街にできるように、しっかりとさまざまな企業が自由な発想でイノベーションを起こし、柔軟な発想でさまざまな分野でチャレンジをするスタートアップ企業をしっかりと応援させていただきたいと思います。東京都と大田区で力強くサポートしてまいりたいと思っています。人口減少社会の中で最も課題になるのは社会保障費の確保です。そのため労働力人口を増やしていく必要があります。特に女性の稼ぐ力を増やしていく必要があります。ジェンダーギャップ指数116に脱却を目指し、女性の経済力を上げ、国民一人当たりの GDP をしっかりと上げていきたいと思っています。さらにシニア世代の活躍の推進も重要です。高齢化社会の中でシニア世代の活躍は不可欠です。シニア人材の活用機会を増やし、人生100年時代を健康で豊かに暮らせる東京にしてまいります。業界ごとが上がると事業者の報酬も上がるという現行制度では、事業者が自立支援を頑張ると損をするという仕組みになっています。高齢者を寝たきりにしないよう、業界ごとの改善をする事業者に対し報奨金を創設し、シニア世代が少しでも長く元気に暮らせるよう、東京の介護を変えてまいります。私たち都民ファーストの会は国政政党ではない小さな政党です。でも東京に特化した地域政党だからこそ、スピード感を持って実現できることがあります。私たちは小池都知事に直接提案をしていくことができます。しかしながら、現在ここ大田区には都民ファーストの会の東京都議会議員が一人もおりません。小池都知事と都民ファーストの会が実現する改革のスピードを止めないでほしい。大田都議会議員として小池都政の改革をしっかり支えてきた奥本由里が、小池由里こと奥本由里、由里こと由里の両輪で東京大改革をしっかりと進めてまいります。私は都民ファーストの会奥本由里でございます。蒲田駅ご利用中の皆様、こんにちは。東京都議会議員補欠選挙公認候補予定者となりました。私は都民ファーストの会奥本由里でございます。私は2019年に大田区議会議員として初当選をさせていただき、これまで自動喫煙対策や無電柱化対策、男女共同参画などの取り組みについて全力で取り組んでまいりました。2021年7月、大田区選挙区都議会議員選挙にて私は次点となって敗れました。23,373 票というたくさんのご信託をいただきながら、あと一歩届かなかったことを忘れたことはありません。この度もう一度東京都議会議員に
挑戦をさせていただく機会を頂戴いたしました。皆様に心から感謝を申し上げます。告示日まで残すところあとわずかとなっています。大変厳しい戦いになると思いますが、全力を尽くしてまいります。それでは私、奥本ゆりが掲げている政策について解説をさせていただきます。まず第一に、少子化対策、子育て政策です。東京の子育てはお金がかかりすぎる。最大の課題は家賃、物価、教育費が日本で一番高いことです。これでは女性たちが安心して子供を産み育てることができません。子育て負担、実質無料化を目指してまいります。都民ファーストの会の提案により子育て政策は急ピッチで進められてきました。東京都独自の児童手当として月5000円の給付を決定いたしました。所得制限はありません。来年1月より子ども1人当たり年間6万円を一括で給付をしてまいります。また本年4月より18歳までの医療費無償化も実現いたしました。さらに不妊治療助成金の対象を42歳まで拡充、出産したら20万円分の育児用品、おむつ、ミルクなどもお届けしています。東京都の待機児童は 96% 解消いたしました。さらに第2子以降の保育料の無償化も実現いたしました。男性の育休の取得を当たり前にする取り組みも行っています。このような取り組みで産前から産後まで伴走型の切れ目ない支援を行ってまいります。一人でも安心して子育てできる社会へ、子育て先進都市東京を目指してまいります。コロナ禍で不登校や子どもの自殺は過去最多を記録いたしました。東京には 3.3 万人の不登校の子どもたちがいると言われています。大阪府では不登校特例校未来教室の取り組みを私奥本ゆりが繰り返し議員時代にも拡充を訴えてまいりました。不登校の子どもたちのしっかりと寄り添っていきたいと思っています。都民ファーストの会奥本ゆりでございます。東京都ではフリースクール認証制度を取り入れました。個別最適化した教育環境をしっかりと整えてまいります。都民ファーストの会奥本ゆりでございます。こんにちは。さらに中学3年生と正面向いて右にも左にも行ってして人はこっちぐらいで動かないから、これだけトミーファーストの会奥本ゆりでございます。都立高校内で無料の学習塾を創設し、経済状態に関係なく全ての子どもたちに学びの機会を提供してまいります。子どもの貧困対策、いじめ、児童虐待、犯罪被害から子どもたちをしっかりと守ってまいります。次に、まちづくり防災に関する政策です。住みたくない街ランキング1位蒲田を脱却したい。さらに蒲田5丁目は自転車盗難件数全国1位という汚名を持っています。この汚名を何としてでも返上したい。そのためにも防犯カメラを増設し、治安対策にもしっかりと取り組んでまいります。自転車盗難被害などあらゆる犯罪から区民の命をしっかりと守ってまいります。私奥本ゆりは2019年の初当選以降、受動喫煙対策ありがとうございます、頑張ってまいります。たびたび訴えてまいりました。条例を作るだけではこの町は変わりません。東京都と大田区のパイプ役となり、喫煙所を整備し、ポイ捨てを禁止し、清掃員を増やすなど継続して受動喫煙対策も力強く粘り強く取り組んでまいります。次に、無電柱化対策についてです。東京都ではセンターコアエリアといわれる環状7号線の内側エリアの都道9
99% の無電柱化を完了いたしました。引き続き区通りも無電柱化を進め、災害に強く美しい街へ変えてまいります。こんにちは、ありがとうございます。さらに新空港線を整備し、東西間の移動をスムーズにし、首都圏ネットワークを利便性を向上してまいります。東京都が進める東京ベイ ESG プロジェクトでは、 100% クリーンエネルギーの街づくりがここ大田区でも計画をされています。東京湾岸エリアの開発には基礎自治体間で差があります。大田区の湾岸エリアを羽田空港のポテンシャルをしっかりと生かし、周囲を発展させ魅力的な街づくりを行ってまいります。続いて多摩川の風水害対策についてです。2019年に台風19号により多摩川が決壊し、大規模な浸水被害がここ大田区で発生いたしました。東京都と大田区でしっかりと連携し、私がパイプ役となり、これからも風水害対策、治水対策を進めてまいります。さらに、人が聞きたい話はそこじゃないと、政策が聞かれたら答えがない。時々は政策を聞いて、ちょっと語ってほしいのは、まず今語ってほしいんですけど、一般人であるを何で好きなの、何でこれプランテーション仕事したい、何で飛び散るってタイプそうなの、これを今3つのようなをちょっと1分2分ぐらいで語ってみてください。ニュース今から、はい、どうぞ。私は都民ファースト会奥本ゆりでございます。私は2017年に小池百合子東京都知事の都民ファーストの会の希望の塾に入りました。そこで政策を立案し、世の中を変えていく、その一歩を踏み出しました。それからずっと小池都政を支えてきました。2019年に初めて当選をさせていただき、大田区議会で東京都と大田区のパイプ役となり働いてまいりました。児童喫煙対策を東京都で制定し、それを絵に描いた餅にしたくない。私は都民ファーストの会大田区議会議員としてしっかりとパイプ役となり、何度も区議会で訴えさせていただきました。子どもたちにタバコの煙から子どもたちをタバコの煙からしっかりと守っていきたい。そしてタバコを吸う人と吸わない人が快適に過ごせるよう、喫煙所の整備も進めていきたい。私は制度をただ単に絵に描いた餅にしたくなかったんです。そして都民ファーストの会大田区議会議員として何度も訴え、そしてありがとうございます、頑張ってまいります、ありがとうございます。都民ファーストの会奥本ゆりでございます。都民ファーストの会は国政政党ではない小さな政党です。でも私たち都民ファーストの会は小池百合子東京都知事を一番近い距離で支えています。そして小池都知事に直接提案をしていくことができるんです。私たち都民ファーストの会は児童喫煙対策や待機児童対策、積極的にどんどん取り組んでまいりました。都民ファーストの会と小池都政が実現する改革のスピードを止めないでほしい。私たち都民ファーストの会は国政政党ではない小さな政党です。でもトップに特化した小さな地域政党だからこそ実現できることがあります。私たちは小池知事に直接提案をし、子育て政策をスピード感を持って進めてまいりました。現在ここ大田区には都民ファーストの会の都議会議員は一人もおりません。どうか皆様、私たちに力を託してください。私は小池都政を大田区議会議員として支えてまいりました。小池百合子と奥本ゆり、百合子と百合の両輪、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます。
小池百合子と奥本百合、百合子と百合の両輪で東京大改革をスピード感を持って進めてまいります。私は都民ファーストの会奥本百合でございます。こんにちは、ありがとうございます。私は大田区議会議員として2019年に初当選をさせていただきました。そこからこの町を守るため、子どもたちの未来のため必死で働いてまいりました。児童喫煙対策、待機児童対策、しっかりと取り組ませていただいてまいりました。東京都に提案をすると東京都が動き、そして国が変わるんです。東京が変わると日本が変わるんです。都民ファーストの会は国政政党ではない小さな政党です。でも私たちにはちゃんとできることがあるんです。東京が変われば日本が変わる。どうか皆さん、私たちを信じて私たちに力を託してください。私は大田区議会議員として、都民ファーストの会区議会議員は当初一人でした。一人でしたが、大田区議会と小池都政のパイプ役となり、何度も何度も働きかけを行ってまいりました。ありがとうございます。はい、すいません。自然にやっててください。ありがとうございます。都民ファーストの会、奥本百合、46歳です。私はシングルマザーです。一人でここ大田区で子育てをしてまいりました。一人で子育てをすることがなんでこんなに大変なんだろう。どうしてジェンダーギャップ指数116位という日本で、どうしてもっと国や行政は助けてくれないんだろう。そう思ったのが私の最初の政治への興味の原点でした。私は2017年に小池百合子東京都知事の希望の塾に入塾し、そこから政治を学び始め、そして政策を立案する、そして世の中を少しでも良くしていくために働いてまいりました。小池都政をずっとそばで見てまいりました。2019年に初当選をさせていただいてから、都民ファーストの会大田区議会議員として、区議会議員の中ではたった一人でした。それでもちゃんと提案をすれば世の中はちゃんと変わっていくんです。東京